昨日のお詫び。お詫び？私がもっとしっかりした子だったらあんなことにはならなかったの。なるほど。だから昨日のことは他の人に言ったりしないでほしいの。私急ごう。龍之介のことを心配していた私にその態度はないと思います。本気せがましいことを言うな。私に何か言いたいことはありませんか？感謝はしている。よく聞こえませんが。何でもない。龍之介は私の何が気に入らないのですか？全部だ。とにかくチョコは受け取ってもらいます。僕は受け取らないと言っている。子供の頃の夢とかないんすか？何食べる？そうですね。天然でダジャレ&天然でする。そこんだら負けっすかね。まずはキスからね。目がまさかなから何考えてる。確かに真鍋君はどうしようもないエロスです。でもお母様だって人のことは言えません。この間会った津山さんって人だって。これはサボっているわけじゃないのよ。最も少ない労力で目的を達成しようとすることは誰もが考えることでしょ。打撃は体の中心線を狙って的確かつえぐり込むように。それからもう一つ、頑張り屋さんの意味モテないっしょ。早く帰れよ。まだいたの？また懲りずに家庭教師するんだ。この前みたいに途中で寝ちゃわなきゃいいけど。5月、緑が眩しい季節になりました。あれはどういう意味だったんだろう。まあ、ちゃんと喋ってくんなきゃわかんない。私が周りにいると株が落ちるって。株？誰が言った？噂で。ああ、たった5日間がこんなに長かったなんて。お帰りなさい。ただいま。ああ、宮村、携帯あった？もうほんとドジなんだから。うるせえよクソ女が。お前は黙ってろ。どけ。おり。溝内君、ほっておきな。驚いた。君にはまだ私が見えてるんだ。私は桜島舞。今日見たことは忘れなさい。1ヶ月間同じこと言われてると何も感じなくなる。ときめかない。そっか、失恋か。じゃあ新しい恋を探すしかないな。今までありがとうございました。ダメとは言ってない。どうしても聞きたい？はい。はあ！この軽薄な声は。どうしてこの学校が分かったの？あれから島の宿泊者調べたんだよ。環境モニタリング作業進行中。どうした？地球それてる。やめさせるか。平気。ちょっとくすぐったいだけ。